ギャリー・ルイス・テンプルトーンは、アメリカ合衆国テキサス州、フロイド軍、ロックニー出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。1974年6月の MLB ドラフト1巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。1976年8月9日に、メジャーデビューすると、翌1977年には、遊撃手のレギュラーを獲得し、打率。 322、8HR、79打点、28盗塁、ナショナルリーグ最多の18三塁打を記録して、オールスターにも初選出された。1979年にはナリーグ最多安打の211、安打、それも、史上初の両打席での100安打を達成しており、三塁打も19本で3年連続で1位だった。また、回目のオールスターにも選出されたが、 オールスターには先発メンバーでなければ出ないと発言して物議を醸した。1980年には打率319、31盗塁を記録しシルバースラッガー賞を受賞。しかし守備がつたないこともあってファンの人気と信頼は今一つであった。1981年には前半会長に打っていたものの8月に ファンに暴言を吐いた角で出場停止処分を課されるなど干されてしまい、シーズン終了後にオジー・スミスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。パドレスでは1990年までレギュラーを務めたものの、打率は1985年の282が最高と、積年の面影はなかった。しかし、1984年のポストシーズンでは、まず、 シカゴカブスとのリーグチャンピオンシップでは5試合で打率333に打点を記録し、続くデトロイトタイガースとのワールドシリーズでも1勝4敗で敗れたものの打率316を記録した。1987年にはチームキャプテンに就任するなどチームリーダーとしてファンや同僚から信頼を獲得した。 ニューヨークメッツでプレーした1991年を最後に引退した。引退後は指導者に転じ、マイナーリーグや独立リーグで長年監督を務めた。2015年にはパドレスの球団伝道入りを果たしている。ありがとうございます。